お待たせ。おお、怖っ、怖いね。これ何？タイガーヘッド？うわ、この虎の帽子、これ虎の、あ、どうも、さっき言ったやつです、井上くんです。5月5日、子供の日ということで、井上くんが動物園に行きたいなということで、ちょっと今日は動物園っぽいものをやってみたいと思います。気合い入りまくって、これタイガーヘッド、顔見えない、もう虎じゃん、これ。怖い、虎が銃持って、うわ、なんだこれ、不条理。はい、じゃあちょっと、じゃあここで見ててください。あのね、恐怖の動物園、まあ、動物園自体がちょっとした恐怖じゃない、トラとかね、ライオンとかいて、さらに怖くしちゃう。すごいね、やっぱりね、ちょっといろいろな役をやるから、あのアイのユニフォームじゃなくて、ちょっとこの衣装にしました。一応衣装です。さあ、それでは恐怖の動物園行ってみましょう。それでは恐怖の動物園、恐怖のライオンの檻。略してガルー。え、ライオンに遭遇した話ですか。ライオンに遭遇したことないんですけど。古いかな、ちょっと。恐怖の餌やりの時間。補充をお願いします。パタン、パタン、パタン、パタン。え？ミーン。パタン、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 パタン。え？ガチャ、ガチャ。あ、俺か。今日のペンギンの更新。白クマが大人気です。白クマのやつ、白クマ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 、ジャバーン、白クマです。サバーン。ママ、あの白クマさん溺れてるよ。泳げなかったな。恐怖のクマ。やはり上野動物園ではパンダが大人気です。パンダのやつ、パンダ、パンダ、目の真ん中に残して、よし、パンダです。ママ、あのパンダさんお肉食べてる。あ、肉食べなかった。今日の
怠け者。ママ、あの怠け者、パソコンいじってるよ。そう、怠け者だからパソコンで餌買うのよ。ほら、黒猫さんが餌持ってきたでしょ。あ、ほんとだ。へえ、怠け者ってネットで餌買ってるんだね。そうよ、アマゾンでね。恐怖の以上でした。どうだった、面白かった。さあ皆さん、恐怖の動物園ネタ募集してます。何かあったら、思いついたらメッセージとかコメントとかで教えてください。じゃあまた引き続き良いゴールデンウィークを。明日はね